こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画ではですね、肩の関節だったり肩甲骨の後ろ側にある筋肉だったり大事な神経とかね、スペースっていうのをお話ししていこうと思います。この画像ね、筋肉っていうのが白黒で表されていて、神経が黄色、動脈が赤っていうことでね、表されています。まず前半でね、筋肉っていうのをささっとお話ししていこうと思います。ここですね、ローテーターカフの一つなんですね。黄色で書きました。で、ちょっと左の方に書きましょうね。これがね、棘上筋と言います。棘上筋ね。トゲの上の筋肉と書いて、棘上筋と言います。これ、ローテーターカフの一部になっています。めっちゃ大事です。で、棘上筋っていうのがあればね、棘下筋っていうのがあります。これ、棘下筋ね。この部分、棘下筋です。棘下筋。これも、ローテーターカフの一部になってます。これ結構広いですね。じゃあ、ローテーターカフつながりで次行きましょう。赤で書きますね。三つ目のローテーターカフ、ここにあります。これをですね、小円筋と言います。小円筋ね。だから、後ろと上にあるね、ローテーターカフっていうのは三つありますと。棘上筋、棘下筋、小円筋なんですね。今この画像では見えてないんですが、肩甲下筋っていう筋肉は肩甲骨の前側にあります。ですが、この画像っていうのは肩甲骨の後ろ側なので、この画像では肩甲下筋っていうのは見えていません。これがローテーターカフ3つですね。小円、極下、極上というものです。また色を変えます。ピンクで書きますね。これです。ピンクでやってる。この部分ね。この部分っていうのが、小円筋にこれね、どうやら似てるんですよね。小円筋じゃないんだけど、これはね、大円筋と言います。大円筋ね。これはローテーターカフではありません。大円筋、ローテーターカフではありません。だから、小円筋の方がローテーターカフなんですね。大円筋の方がね、サイズ的にやっぱでかいですね。名前の通りです。大円筋。ね。これ、ローテーターカフではありません。で、今見えてる、これめっちゃでっかいのありますね。ここに見えてるのが、これね、三角形みたいな筋肉をしているんですね。形を表しています。だからこれ三角筋と言います。これシンプルですよね。結構表層にあって大きい筋肉でね、肩をめっちゃ強く動かす筋肉です。でね、ちなみにこれ以外にもね、広背筋とか大胸筋とかね、肩の筋肉っていうのはあるんですが、この画像では見えていません。あくまで今日はこの画像で見えてる筋肉をお話ししています。で、筋肉一応ラストですね。この部分です。今、薄緑色で書いてるんです。この部分ですね。これね、厳密に言うとね、肩の筋肉ではないんですが、このあたりがね、肩関節をまたいでいます。これが上腕三頭筋です。ちょっとね、省略しましょう。三頭筋としましょう。三頭筋。この筋肉ね、メインの動きは肘なんですよ。肘を伸ばす、伸展の動きをするんですが、こっち側の方が、肩関節をまたいでいるので、若干肩の動きにも関わってくるんですね。こうやって色分けをするとね、結構わかりやすいんじゃないかと思います。紫が三角筋、薄緑が、三頭筋ですね。ピンク大円筋、赤小円筋。これローテーターカフね。で、青っていうのが極下筋ですね。ごめんなさい。極下筋ですね。そして黄色が極上筋ということで、こんな感じでね、ちょっとぐちゃぐちゃになってしまいましたが、これが今見えてる肩の筋肉なんですね。で、最後にね、ちょこっと神経っていうのをお話ししていこうと思います。はい、今見えてる神経っていうのが、2本あるんですね。こう、バーっていってる。この部分ね。上から来て、こう来てる部分。この部分と、こう来てる部分ね。この部分です。肩をぐるって回ってるやつ。この2本がね、メインになっています。こっち側っていうのが肩甲上神経と言います。肩甲上神経。肩甲骨の上側から来てるから肩甲上神経ですね。肩甲上神経。これめっちゃ大事なんですよ。これ走行が結構独特で、結構ギュインっていうカーブを描いてるんですね。で、この辺でちょっと二股に分かれてるんですよ。肩甲骨の、なんて言うんだろう、輪郭というか、これ、走行に沿うように走っているんで、骨にすごく近いんですよね。だから、これね、肩甲骨を動かしすぎると、この骨に近い部分で、摩擦だったりね、こう、なんて言うんだろう、擦れ合うことで、この神経に、ストレスがいって、痛みだったり、筋肉がうまく動かなくなったりするっていうこともあります。肩甲上神経、大事です。で、2本目、こっち側ですね。こっち側の神経っていうのが、液化神経と言います。液化神経。液化。化っていうのは難しい方ですね。
こんな感じで、下肢上めちゃくちゃになりますが、液化神経と言います。液化神経ですね。ここね、肩関節めっちゃ近いんですね。肩関節がこの辺だとすると、めっちゃ近いんですよ。だからこの液化神経っていうのは、脱臼だったり、この上腕骨と、まあ、この辺上の方ね、この辺が骨折することによって影響することもあるし、この辺の筋肉ともめちゃくちゃ近いんでね、筋肉使いすぎたりっていうことで、この辺に痺れだったり、痛みっていうのが出ることがあります。でね、痛みとか、痺れ、としてね、症状として出ない時でも、この辺触ってるとピリピリしたり、痛っていうのはね、なんか痛いなっていう時は、もしかしたらこの肩甲骨に近いね、このね、液化神経がこう攻略されてるかもしれないし、今度はこっちの肩甲上神経かもしれないということで、この肩の後ろ側っていうね、神経大事なぞ。めっちゃ大事な神経が多いので、こういったね、筋肉とか神経っていうものもね、もちろん大事なんで、骨だけ、筋肉だけじゃなくて神経とも絡めてね、勉強していくといいんじゃないかと思います。もしこの動画が良ければ、いいねだったり、コメントだったり、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。